東京渋谷の映画館です。今日が映画の公開初日ということもあってたくさんの方が訪れています。70年以上前に憲法で廃止されて以降もインド社会に根強く残るカースト制度による差別。これはその最下層でダリトと呼ばれ長年差別を受けてきた女性たちが立ち上げた小さな新聞社が舞台のドキュメンタリー映画です。貧困などに直面しながらも政治の腐敗や性暴力の問題を粘り強く取材していく女性記者たち、やがて地域社会を変える存在となっていきます。今日から公開が始まった燃え上がる女性記者たち。去年のアメリカアカデミー賞で長編ドキュメンタリー賞にノミネートされるなど世界の映画祭で反響を呼びました。一人一人が声を上げていることの重要さ、そういったものを今日すごく勇気とおにもらいました。何か世界が広がったというか見ていなかった部分がすごくたくさんあったなというふうに愕然とする思いもありました。制作に至った背景について監督は、I think that the caste system is one of the most dehumanizing forms of segregation. It has been so built into our DNA, it's difficult to pull it out. And caste continues to modernize and reinvent itself. You know, there are many unnamed caste systems in the world. Irrespective of who you are, irrespective of where you are, you are aware of some system of injustice.Around you, how can you use your voice to challenge that? And that really is the essence of the film.